何音量が定まらない音量が定まらない何音量がこれ画面暗いやつちょっと待っておいオッケー来た来たちょっと待ってああ来たね BGM うるせえなあ BGM うるせえな BGM うるせえちょっとああこんぐらいだなオッケーオッケーオッケーはいはいはい始まりましたそうですかどこ行きはいどこ行き、そんなわけでねどうしたもうすでに一つの声が聞こえないと思うんですよあーそうだねうんまあ気づかない方の方が多いかもしれないあそうだね圧倒的にね、うん、あのね誰かいないんだよね、うん、誰かいないねわかるかなわかるかなわからないんじゃないかなわかんないかなそう何彼はどうした彼はね、今体調がピークに達しているぐらい体調のピーク悪いピークってこと悪い、ね、あーそうですからしいですどうやらなんかね、うん、そうらしいねなんかね、うん、先週ん終わりくらいに会った時になんか、うんうん、なんか震えるみたいなこと震えるっつってたかなり崩しております、うん、彼はもうダメになったのかなっていうふうに、ね、ちょっと思ったりもしたけど、うん、あのね、うん、ちなみにねテトさんはい俺もねえちょっと熱あんの熱あんの あのね実はね、うん、ちょっと熱あるわこれ始まる前にね何度5分あんの7度2分あった7度2分わっ、うん、と思ってまあ、ちょっとなんか顔がポッポするなーと思ってたああ、なんか恥ずかしいのかなーと思ってたけどそう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 なんか俺ちょっと緊張しちゃってんのかなと思ったら意外とあったわまあまあまあ、ね、全然平気なんですけどねどうさ、俺もね俺嘘でしょ嘘つけ嘘つけ俺もあれだな何にもないだろポッポポッポするポッポするポッポしてんのかいいやだからちょっとねまずいですねいや俺、本当ね、もういろんな人が気をつけた方がいいね。ええ、3人称全員体調崩しておりますよ。そうですね。いや、まあ別にそうだね。ええ。さあ、まあどこ行き？ともあれね、行ってきたわけだね。はい。先月か。そうですね。第2弾ですか？うん。牛久編と書いてありますけどね。そうですね。何でしょうね、牛久ってね。牛久って何でしょうね。何があるところなんでしょうね。まあ行ってまいりましたよ。何もないんですか？じゃあまあそろそろ見てもらいましょうか。まあ、早速じゃあとりあえず前編後編みたいになってるわけです。はい、前編後編みたいになっております。長いからね。一回パッと音楽止めるねもう。あはい。ピッて止めるわ。よし、うん、じゃあここから前半。まずは見てもらえますか見てもらいましょう、はいよろしくお願いします、はい、では行きまーすおはようございますおはようございます上野やってきましたいやーすごく久しぶりにそうだね、うん、また上野行きましたあれもう一人はもう一人は、うん、遅刻してますあれだったよね、うん、結構カツカツな、はい、いい電車に乗るそうです本来なら9時集合 で、うん、で9時半の、うん、いいやつに乗ろうとしてたんですよ9時半、はい、あと5分だ特急に、うんうん、でももう一人がね誰だかは言わないけど、うん、やらかしたとさっき電話が鳴ってたけど無視したなるほどどうしますかまあ待ちますか彼待ちませんか先行っちゃうっていうのでまあとりあえずじゃあ待ちましょうか待つかちょっとね電話かかってきて多分ちょっと涙目になってるんじゃないかなと思うからわかりましたじゃあちょっと連絡取ってみる連絡取ってみます出ないよああれかなもしもしどこにいるかわからない？いや、わかるはずだよ。その辺では合ってる。そこら辺で合ってる。ちょっと待って。あんまそっち行かないで。うん。その辺で合ってる。うん。どこにいるか見つけてもらえる？遅刻してんだから。いるよ。いるよ。いる？見つけたっぽい？なんか言ってるな。遅いじゃないよ。遅いでしょ。うん。お待たせじゃないよ。ちょっと、そっちから。
階段登ってきて早く。お疲れ様です。うっす。何分ですか？ちょうど9時半何時集合でした今日？9時半ではない。9時集合。うっす。何があった？何があったと思います？それ教えてごらん。朝起きて、うん、何時に起きたの？7時50分、うん、7時50分、うん、何時起きる予定だったの？7時待って待って、7時に起きる予定で、うん、7時50分に起きたんですよ。7時50分に起きちゃった、うん、で、うん、あーまあね、あーってなって、うん、出たんだけど、あれ財布ないぞっつって、あ、家出て、家出てから財布ないぞ、財布ないわっつって、うん、戻って、あーまた無理だね。やって、うん、来たらちょうど9時半。30分遅刻ですよ。ちょ、鉄道さん一旦やってくださいよ。これ俺かなり楽しみにしてたんで、ね、うん、ちょうど今、うん、出る、うん、電車に我々乗る予定だったんですよ、うん、ああそうなんだ、はい、それが特急なんですよ。すごいいい特急で、いい特急、かっこいいやつなんですよ。そうなの？出るとこも違うの。そうなの？特急トキワ55号っていうのにね、うん、名前ついてんだよ、うん、乗るやつ。名前ついてんの？トキワ、うん、トキワ高子のトキワだよ。おお、かわいいね。かわいいよ。かわいいのに乗る予定だったのに、うん、もう乗れないんですよ。そうなんですか？そうなんですよ。それ申し訳ないね。本当だよ。もうじゃあ何出ない。次乗るやつはなんて名前のやつなの？次乗るやつ何高子なの？高子、ね、次やるのはほんとくだらないよ、多分。くだらない高子？うん。次乗るのは、うん、JR 常磐線。そもそもね、うん、やりたかったのは、うん、また上野じゃねえかと。おう、うん、浅草の次に、うん、で上野なんだよ、みたいな。この辺好きだな、みたいなね。そうそうそう。そういうのがやりたかったでしょ。あ、そうなの？そうでしょ。で、いや、今日は違うんですよ、うん、行くところは、もうだから予定が狂ってんだ。始まる前から狂ってた。もうだからここで全て、うん、あのね、こういう感じでってやりたかったんだけど、うん、あのいかんせん時間がないんですわ。なるほどね。なのでおそらくその辺は電車の中で。ああなるほど。だからもうだってそんなに、そんなに言ってそんなに時間ないでしょ。はい、うん、ホームに。あっ、あれ来るのかな。もうまもなく、まもなく起きますって。6番線に対速、水戸行きが参ります。水戸行きだって、どこ行くんだ。危ないですから、どこ行くか。黄色い線までお下がりください。まだ明かしてない。まだ明かしてないね。まだ明かしてない。電車の中で。この列車は4つドア15両です、うん、指定じゃないでしょ。指定じゃないんじゃない。もしかしたら急におじさん来るかもしれない、うん。そうだ、になる可能性もある。前より知らない人、俺含めて4人で、4人になる可能性はある。面白い、面白い、ね、グリーン車は4号車と5号車で。本来はそんなはずじゃなかったのに。お待ちください。そうだね、久しぶりに見ました、この切符。本当だ。あ、それでどこに行くかが分かる。あ、あ、そうだ、やべ、お前あのね、どうしても行きたいところがあって、うん、それで、で今日は、じゃあまた何、今回も伊藤さんの流れで。そう、伊藤さんがどうしても行きたいって、しょうがねえなって。この電車は茨城に。2回目で偉いとこ行くね、うん、すごいとこ行くね。茨城にちょっと向かってます。なんかあんの茨城。一個ね、あるんですよ、すごいのが。すごいのが、うん、すごいのがあるらしいっていうんですね。あるらしい、見たことないから。あ、でない可能性もあるんだね。まあ、何かがあったらなんかないかもしれない。でも多分ある。まあ、仮になかったら、うん、これはどうするの。仮になかったら、その平地を見て想像する。ああ、ここにあれがあったんだなっていう。俺がだから演じるわ、そこ。あ、そう、こういうのがね。そう、じゃあお願いします。あるから、ある、大丈夫です。本当に大丈夫。今日行く場所は、うん、牛久。
ろしく。もう数字をさ、なんか足したり引いたり割ったりでさ、うん、10にするっていうのをやってました。あと端が行き場所なんですけど、分かって行き場所は分かったんですけど、で後ろに、あのね、でかいもの、でかい話で、でかい虫くん、ある特定のジャンルにおいては世界一、うん、マンション。でかいもんね。多分おそらくだけど絶すると思う。そう、絶する。うん。ワクワクで。また。胸が高鳴る。またまた。大げさなんじゃないの？そんなことないよ。大丈夫大丈夫。すごいハードル上がってるからな。すぐハードル上がってる。上がってる、今。グーグー上がってるよ。多分そのハードルは軽く飛び越えられるから、あれなら。マジ？嘘。あれなら。あれは多分もうひょいって。いけるんじゃないか。君たちのハードルぐらいなら。本当に？俺らのハードル結構高いよ。結構高い。今も上がり続けてるから、ね。本当？今も上がり続けてる。だからその何？虫子に着く頃には。そうだよ。大気圏。大気圏まで行っちゃう。ね、可能性、突き破る可能性はある。そうなると大気圏。宇宙を相手にすることもある。まあでもいわゆる宇宙だからね、あれも。いわゆる宇宙。うん、宇宙だから。本当に？うん、また上がって今のハードル。お前バッて鼻を着てパンっつったな。お前バカじゃん。バカ野郎みたいな続きの。バッて飛び起きてパンって止めるやついるか。すいませんだろ。パンで止めるんだよ。お姉さんも。牛久駅。想像より、うん、大きかったね。そうだね、うん、なんかもっともうちょっとね牛がいるみたいな。ね、もっとギュッとしてるかったので案外向こうの地下でもっと、うん、ね、なんかちょっと境気味だったけど、ここからバスに乗って向かうので20分ぐらい多分やられると思います。バス乗り方とかね、わかんないんで、そうだね、いろいろ調べましょうか。了解です。どこだろう。いよいよ着きましたけども、はい、ようやく着きましたね。バスに揺られること20分ぐらい着きました。目的地、ええ、これです。牛久大仏。大仏を見に来ました。大仏見に来たんだね。ええ、まさかの大仏、まさかの大仏がね、見たかったんですよ。なるほど、大仏が見たかったんだ。はい、なんかどうやらさ、うん、大仏の中入れるらしいよ。なんかそうらしいね。ちょっとどういうことなのか俺もそれはわからないんだけど、うん、俺もちょっとそれは体験したことがない、うん、そういうこともできるし、うんうん、まあ、とにかくでかいらしいぞということなので、うん、でかいもの見たさ好きとしてはね、ちょっとここは外せないポイントだったんですよ。瀬戸さんも初めて来たの？初めて。俺も初めて。それはそうだろうね。俺も初めて。大仏はね、うん、九州に行った時に、うん、南蔵院ってところの涅槃っていう、こう寝てるのが、うん、見たことある。あれが多分40メーターぐらい、まあ寝てるんだけど、うん、すげえでかかった。サガットステージのやつ？そうそうそう、あの涅槃。あれ超える、うん、超えるやつ、うん、3倍超える。3倍？マジ？
実際じゃあ見に行きますか。見に行きましょうか。行きましょうか。うん、行きます。はい。どうやって。こちらチケットになります。じゃあ、こちらのチケット大仏様入り口でお見せください、ね。はい。あ、大仏様が初めて映ったね。そうだね。大仏様、そうか、まだ見せてないのか。まだ見てないよ、皆さんは。楽しみだな。なんか本当に入れるのかな。こういうのもらう。いる。あそこにいる。あそこにいるぞ。なんか中にね、いろいろあるらしいぞ。マジ？小動物公園とか。あれ？猿とかもいるらしいぞ。あれ？あ、大仏さんか。大仏さんいるじゃん。大仏さんいるじゃん。大仏さんいる？いるじゃん。ちょっとあの、待って、あの人が、あの人、ちょっと一回、うん、ちょっと一回迎えに行く。あのね、俺もあれ気になったんですよ。うん、記念スタンプがあるんですわ。あ、なるほどね。もうやってるな。スタンプ押せた。いやー、いいね。結構可愛い。猿だね。猿じゃないよ、大仏だよ。あれ、捨てた。大仏だよ。お前何見に来たんだよ。顔あるじゃん、大仏。これが、うん、これ大仏。本物。これここだよ。これを見に来た。本当？うん。案外ちっちゃいね。そうだね。案外ちっちゃいね。案外ちっちゃい。ちょっと。まあまあまあ、でもでかい方だけどね。うん。いや、これがでも本来だったらでかいでしょ。いや、これでかいよ。テッドさん、下見て。大仏のこの顔は1000個分。え ?1000 個分？うん。ちょっと、どうする？でかっ。でかいなぁ。あっちに本物あるし、でけぇなぁ。でかくね？でかい。行きますか、うん、行きましょうよ。これでかいよね。でかいと思うんだな。でかさ伝わるかな。どうなんだろうな。でかさこの映像で、ね、画面越しとかだとさ、伝わるのかな。伝わらない。まだ遠いですから伝わらないか。あ、なるほど、こんなもんかと思ってもらってていいんじゃないですか。とりあえずはだってほら、これがあれでしょ。イボでしょ。あ、ギネスブックに登録。ギネスワールドレコード。世界最大の青銅製大仏、うん、なるほど。だ、青銅じゃないのはもうちょっと大きいのもあるんだけど。うん、そういうことか。ほらほらほら、自由の女神が 40m。 これ多分鎌倉かなんかの大仏だね。 15.9m。 うん、鎌倉のは見たことある、うん、で、これやばない？ちょっと絵的にふくよかだけど。そうだね、うん、もっとシュッとしてるけどね。地図だね。地図だ。あ、何があるか。いろいろあるね。いろいろあるね、うん。小動物公園っていうのがあるんですか、ね、小動物公園がね、あるんですよ、うん、僕もリサーチによると。大人も癒されますよ。リスがいる。ウサギやリスに餌をあげれたり。いいじゃん。触れ合えるらしいです、ね、いいじゃん。ドンさ んいいのを見つけてしまったな。あ、ちょうどあったな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあね、まあ、旅先では ね、穴が開いてたら必須の、うん、穴があったら入りたい、穴があったら入りたいって言いますからね、でかっ。いよいよでかいなぁ。でかいなぁ。だってほら見て、あれ鉄塔がさ。そうだね、あれですよ。で、これだよ。でかいよね。超でかいな、これ。これ超でかい、うん、あの鉄塔もね、それなり、まあでもそんな、うん、あれさ、胸のとこをさ、なんかピッピッピッって、うん、線入ってるね。あれ、あそこ行けるの？あそこからなんか覗けるんじゃないの？覗き穴でしょ。え、目は？目の部分。目の部分はあれでしょ。さらにパス。さらにパス？チケットは。チケットはで行けるんじゃない？スカイツリーとかもそうでしょ。そっか。中間までね。あらあら、その上はやっぱもうちょっとね、株主とかじゃないと。株主でも行けるんじゃない？行けるのかな、あの上。どうだろう。
この横も何ですかこれは。これはね、なんだ、軍政、軍商会か軍政会かみたいな書いてあったよ。あ、なんかその書いてあったね、うん、ちょっと詳しくは川、はい、川書いてくれるだろ、海海だろ、海と繋がってるんじゃない、えひょっとして、まあそうだろうね、うん、書いてね、書いてない、書いてない、あそこに書いてあったんだけど、あれそう、ちょっと見逃しちゃってるから、うん、まあググってもらえれば。あ、伊藤さん、はい、あっちでも鳴らせる。あ、でかいのがある。でかいのがある。あれは鳴らしていいやつ。あ、どうだろう。ダメなやつ。今ちっちゃい子たちが、あ、やろうとしてる。強くやるもんじゃないか。せーの。え、どタイミング？え、一、え、二、何？三でいくの？三。低音がいつまでもすごい職人の技ですよこれは。線香か。ああ線香だな。線香の匂いいいよね。いいな。でか。すごいでかいな。さっきあの下のさ、なんか白い部分あるじゃん。うん、あそこに登ってたね。ああそうか、うん。こっちに行けるんだ。あそこまでだったらどうしよう。ハスの花だけででかくない？いやでも大仏でかくない？この中に入れるってちょっとあれだな、よくわからない、うん、何を考えてるのか、うんうん、ね、うん、昭和の橋ですよ、王朝の橋ですね。ナムヤムダブと六歩で渡らせていただきましょう。あ、ここに書いてある。なるほど。ナムアミ、え、ダブスって書いてある。最後ダブ、あ、仏は一文字だね。なるほど。ナ、うん、アナミ、うん、ダブツ、うん、ダブツ、あー、来たダブツが来た、オッケー、ダブツが入ってきた。人が群がっているよ。本当だ、何かあるのじゃない。人が群がっているよ。あ、濃いの餌やりかな。あ、餌だ餌。わあ、濃いだ、もうちょっとちょっと陸に上がってきちゃう。本当だ。ちょっと陸に上がってきちゃってるよ。やばいな。俺、もののけ姫でこういうの見たことある。あるね。なんか投げつけたからね。もうだってちょっと打ち上げられてる。どうなっちゃったの。これ、その仏教の教え的にはどうなんだろうね。食い方やばいよ。欲が、食い方すごいことになってる、うん、欲がここは欲の池だ。溢れ出てる、うん、なんかどうも欲が来た。これ本郷。あ、チンのやつだ。餌をぶつけるよ。それをこの自分のマシン。ここで欲は全部恋に食わせて。一匹欲が邪魔をして。あ、欲がありすぎて戻れなくなってる。いや、あそこに流れてくるやつを狙ってるんじゃないか、あいつは。本当だ。あ、頭いいぞ、あいつ。あいつ頭いいな。あいつ頭いいな。我々もこういうことですよ、うん、でも大仏様から見ればこういうことなんですか。そう、群がってるんですよ。群がってるんですか。そういう風に見えてんだ。あ、でかっ。よくやばいね。下から見るとあれだね。下から見るとマジやばいな。下から見ると来てるね。わあ、でかっ。これスケール感伝わるかな。いや、どうかな。本当にでかいぞ。対象物が何もないからさ。そうなんだよ。映像で伝わんのか。いや、どうだろうね。中入ってみる。行きましょうか。おい、どうなってるの。なんかパーティーみたいになってるのかな。はい、というわけでここまでですか。はい、とりあえずは前半とりあえずここまででございます。はい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 。どうでしたか。どうでしたか。どうでしたかね、皆さん。まあ、うん、君が来てなかったってことぐらい。遅刻したね。本当ひどいよ。いや、遅刻する気はなかったんですけどね、もちろん。そうだろうね、遅刻する気があったらえらいことだよ。もちろんなかったんですよ、僕は。うん、結構普通にね、あの LINE で謝りましたけど。あ、そうだね。うん、ごめんなさい。いや、本当だからさ、その、うん、俺前日にさ、うん、前日とかもちょっと前だけど、うんうん、ちゃんとこう時間調べて、うんうん、
ここでこのバスに乗ってそうね、うん、すっごい調べてたのに、うん、もうパーだよ、ね、なかなかの計画性だったのにもかかわらずそうだねまさか来ないと思う、いやそうでさやっぱ急いで来ちゃったから朝飯も食べてないからもうお腹空いてしょうがなくてねまあパン、パンっつって寝起きにパンって言ったね、寝起きにパンね、あのねどなんかねケーキドーナツみたいなドーナツケーキっていうのかなっていうやつでさ、うん、めちゃめちゃうまかったんだよ、あれ美味しかったねでもねあれすげえうまかったの、うん、あれね普通にコンビニとかで売ってたらいやすげえいいなっていう思ったいい、ね、うん、あれは美味しいと思う、食べ物でした。あと、この放送、放送じゃねえや、うん、どこ行きを撮影したのは、いつだっけ、あのね、12月の20日かな、あ、去年か、そうだよ、そうかそうかそうか、12月の20日、うん、なるほどなるほど、年末も年末ですな、なるほど、まあまだ後編があるんで、あのね、後編がね、ちょっと長い、ちょっと長い、うん、結構長い、じゃあ今のうちにトイレとか行っ て, ってもらってもいい、そう、今のうちにね、トイレとか行っといた方がいいと思いますそんな長い、3時間ぐらいある長すぎだろ、そんなにある、多分40分ぐらいはあると思うから、そんなにあるの、うん、あると思うん で, うで、じゃあ、まあ、まあ今のうちに行っといてください、行、ね、ってくださいトイレに、いや見てるともうもはや懐かしいな、そうだね、もうだいぶもはや懐かしい、うん、であれですよ、何何、来週一応予定だと新たなところに、ああそうですか、行く予定ですよもう、あどこへ行くとか決まってるの、いや全く決まってないですまだ決まってないの、え全く決まってないです、だってさ、うん、行ったよねもうあれ次は、うん、2人で決めてねっつって、そうだね、たのに、うん、全然決めてくんないから、また俺決めるよ、そしたら、いやほらペイさん今弱っちゃってるからさ、まあまあ確かに ね, あの、うん、ね、そこでどこ行こうかって決めるわけにはちょっと、病院にする病院に、そうだね、俺と行き病院編、そう、俺とペイさん調子悪いから病院行って先生に見てもらうところね、映して、うん、で俺が乳首ちょっと触られてるとことかあの冷たいやつね、そうそう調子、うん、冷たっつって言ってるところ、あれなんであんな冷たいんだろうね、あれなんであんな冷えてないのかな、おかしいよねあの冷え方、ね、え温めてくれたらいいのにさ、ね、いやでも、ね、熱ってなっても嫌だけどね、乳首、乳首冷やしに来てるよねあれは、うん、なるほど、さあ、はいはい、皆様良いでしょうか、準備はどうだろう、トイレから帰ってきましたか、今帰ってきたかな、うんこ帰ってきたうんこの人、うん、どうだろう、それだったらもうちょっとかかるかもしれない、そうね、じゃああと、20秒待ちます、20秒、待つ、いや、まあまあまあ、気づいたら音楽も消えてましたけど、うん、あ、そう、あの俺手動でループしてたからさ何もかもだね、うん、忘れちゃうよね、何もかも手作りだね、それでは、はいはい、じゃあどこ行き後半行ってみましょう、はいはい、これスケール感伝わるかな、いやどうかな、本当にでかいぞ、対象物が何もないからさ、そうなんだよ、映像で伝わんのか、いやどうだろうね、中入ってみる、見ましょうか、はい、どうなってるんだ、ドキンです、外国人の方もそうだね、いらっしゃるね、まあだからそういうことじゃない、世界一ですから、うん、精度としてはね、お腹痛くなってきた、お腹痛くなってきた、うん、なんでどうなドーナツ、ドーナツかなそれかもうあれ不浄のものすぎて大仏の中には受け付けられないみたいな、やばいな金と言って大仏のやばい、ね、大仏が今だから浄化しようとしてるお前を上まで間に合うかな溶けちゃうかもしれない、真っ暗になりますよ、説明が流れます、1分間真っ暗になる、前の時に見れるのね、あ、
尻触られたよ。誰だろう。なんか聞こえる聞こえる。あ、お尻触られた。この闇を破る。あ、お尻触られた。大陸の中心のプラネットが走る光は、私たちは、あ、入った入った、わわわわ、すごいね。なんだ、水族館みたいなやつ。え、水族館、え、水族館、え、すごない皆様、なんかすごい、あれあれ、量、超の時期、あ、これ12個みたいか、12個、不思議じゃない、皆様の技的な、違う、順路、すごいな、こりゃ、わあ、ああ。こんな感じ、なんかすごい誰でやってるのか、うん、こうね、特典というか教えが書いてある絵ですよ。わかりますか。わかりません。最初はそこからですから。そうなんですか。皆さんそこから、皆さんそうおっしゃいますけど、ああ、わかりませんとおっしゃいますけどね、そのうちわかるようになります。あれが分かっちゃったらね、もうね、そうだね、もう阿弥陀様ってことだから、うん、分からないでいいんですよ。大丈夫です。この色の感じとかなんかすごいな。いいね。あ、そう、あ、ちょっとエッチだね。そうだね、ちょっとエッチ。まあここはね、下だからまだそういう下だね。江戸さん、大仏の体内は蓮の香りで、ハスの香りする？ん？ハスの香りする？ハスの香り？ハスの香りが分かんないんだよな。分かんないな。でもそうかもしんない。ハスの香りかもしれない。ハスだな。これハスだな。ハスハス。ハスハス。おお。なるほど、こういう展示物があるわけだ。なるほど。なるほど。今さ。写真とかね、すごいね。ボリュームは100万倍になります。子供系の100倍の高さ。ボリュームってなんだろう。ボリューム詰まってる。詰まり方、詰まり方じゃない。あ、なるほど。浄土を表してるらしいね。本願荘厳の湯。さっきの鯉が、鯉が暴れてる。あれが浄土だよ。あれが浄土だ、うん、なるほど。あ、作ってる工程。あ、すごい、こういう風にやってるんだ。こうやってやるんだ。ほら、手とかすごくない？クレーンみたいじゃん。うん、ほんとだ。こういうの。へぇ、こっちもすごいよ。あ、すげえな。作る過程が、わぁ、あ、すげえ。釣れるんで 100m とか。大仏完成まで。完成まで。うわ、すごい。マジか。100m ございますが、お客様にお上がり、いただけるのは、大仏様のお胸の部分、5階でございますね。85m の高さでございます。大仏の中ですと5階に当たりますが、普通のビルに直しますと27、8階に相当いたします。なお中央に螺旋階段がございます。一つ下の4階までは、中央の螺旋階段ご利用ください。4階から下りのエレベーターとなります。はい、お待たせいたしました。こちら5階、両手線の窓でございます。はい、こちらご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ああ、全然説明が入ってこなかったね。螺旋階段。ずっと足踏まれてたから。
線って嘘本当に外の縦線マジさっき見てたマジマジ手藤さん、ん多分あれ隠れ隠れあ、隠れ釈迦お釈迦なんて様なんて阿弥陀様じゃない隠れ釈迦じゃない阿弥陀隠れ阿弥陀隠れ見た隠れ見たこちらお胸の部分あ、もう胸の部分にいるんです あ、こっちは見やすいんじゃないあー、すごいおーわおさっきあそこにいたのどこわさっき行ったとこだよ下が見えるじゃん眩しい下の下見えるかなラジオ近づけると案内が来たのって今日何メーターぐらいなの見下げることってあんまないよなるほど貴重な体験ですよ興奮してる、うん、どこ鉄塔を見下げるってことがあ、本当だってありますかこれそんなないよあ、こっち見れない、そこだけか格子が格子のせいでちょっと写真撮っていいですか見下げてる、見下げてる様をあんまないよ。こういうキャラを貫き通すために、ああ難しいな。大興奮してるけどもね。まだ3キャラ。ベイク。こうかこうか。ああもう難しいよ。早くしてもらっていい？早くだな。うん。オッケー。はい、オッケー。よしよし。取れた取れた。満足？うん。入滅の地くしながら。はい。すごいね。中は通らずに。いいな。あいいなこれ。いいとした外もで、次は西ですかギネスの認定証だよ あ、さっきのあれだよ、偽物あ、偽物なの本物の中にあります、書いてあったあこれ本物これ本物わお今75メーターとか、ね、ここからベッド料金がかかる同じ景色見えた国会議事堂って結構大きいんだ超えてるのでも議事堂ここあでもちゃんとここからやってるんだ。奈良の大仏って大きいと思ったけどそうでもないよね。14.9 だ。まあ、でも座ってるから。あれそうだな。あれ立ったら。あ立ったら130ぐらい。座って膝膝相当たらんでるじゃん。そんな。あこっち東京スカイツリーがあるらしい。あ本当ですか。さっきいたんですよその近くに。うん、あ難しかった。見えた富士山。見えた。あ本当に富士山見えた。でもああ本当だ。どんさんちょっとそこにいるか。あ、うん、写真が。スカイツリーも見えた。スカイツリーも見えた。ありがとうございます。かっこいいな。だいぶスクリアファイルいいな。あれだいぶ CD で売ってる。うん。だいぶ CD。うん権限 DVD 君のお勤め2000円何が入ってるの？お気上がりエコーお風味ちょっとわからない ねで名曲揃いだよ多分そうだろうベストでしょ大仏ベスト大仏グレイテストヒッツでしょ大仏ライブのベスト大仏ツアーがすげえなちょっと聞いてみたかったな大仏ベストあらららららあまたチンチンさんはい、お尻3階からはお出口まで階段となりますあらかじめご了承くださいなおこちらの3階お寺の本堂にあたります、お帽子など取りまして拝観をお願いいたしますはいお待たせいたしましたこちら3階蓮華蔵世界でございますはいどうぞごゆっくりご参拝くださいうわちょっと何これわ何よ何これどこまで行くのこれわこっちにもあるじゃん、すごい何すごジュンロあっちやって。いやでも一回ジム。これ。これでミュージアルかな。あるんじゃない？これでミュージアルかもしれないな。でも書いてないのもあるの。
そうだね。ない、ないのは何だろう、作ってんのかな。すげえな。すごい。いや、すごい。ちょっと大きさが違うね。向こう大きさ違う。いや、あれでしょ、お値段。お値段、お値段のリアルだね。そりゃそうでしょ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。あれ、なんか一人つだけ。あ、なるほどね、うん、海外からも、あ、結構あるよ、海外からの参入も。いいね。ドンさん、せっかくだし、うん、え、嘘でしょ。え、いくら、これ、おいくら前にするの。いやー、いくらなんだろうね。いくらだろうな、これ。どうだろう、ちょっとお値段についてわからない。わー、すごい。例題100万円100万円だね。30万円30万円、うん、で、こっちが100万円。なるほど。これ何、下にあるのは、まあ、枝行くよ、4円まで大丈夫なやつ。そうでしょ、ドンキホーテとかにあるやつでしょ。いけるやつ多分。そうじゃない、足りない場合だから99万9996円しか持ってなかった場合に4円。いいっすか。4円いいっすか。ここ、そこは多分ここはあれだね、われわれには。え、まだ、あ、いいですね、供養してもらえるんだ、ちゃんと。あ、なるほど。あの外面にあったやつは30万円なんだ。そう、あれ、ちょっと読んで、ちょっと読んで。何にもしないで生きる何かを無料で生きようよ。猪木のやつじゃないよ。え、鉄道さん、ちゃんと読んで。ちゃんと読もうか。何にもしないで生きるより。いっぱいあんな。一個ずつ。いろいろありますけれども。ライオン君です。でも、ジブリオンなんていうふうに言っておりますけれどもね。すごいすごいすごい。すごいすごい。すごいすごい。表紙。びっくりし。ふりゆきはびっくりし。あれのところが炎で定まる。山上の気持ち。帰るわけですね。自分一人で寝合い狙いで、誰かにそっとく。話しちゃって。いろいろあるやつだ、イベントごと。これがね、見なかったんですよ、万灯会。夏？いや、あ、そうだね、これはね、ライトアップされて。これ超いいじゃん。ね、ほら、これもう。何これ、何これ、ラスボス。いや、ラスボスだね。てか花火とか超 FF の召喚やつのやつみたいなもんね。夏すごいいいんじゃないですか、うん、ね。夏だから来たい人がね、来ればね。あ、そうだね、うん、まあ、我々はもう来ないと思うけど、うん、いいと思いますよ。お墓もあるし、あ、モノマネでしょ。本当だ、ゴールデンウィークか。誰のモノマネしてるんでしょうね。ヨリーよな。似てましたね。ヨガラメンジョリー。細川隆じゃない、この感じからいくと。細川隆、うん、五木ひろしじゃないか。あ、五木ひろしかな。五木ひろしかもしれない、ね、五木ひろしっぽいね、うん、あれ、中村俊介がいる。違うでしょ。違う、違うでしょ。フリーキック打ってゴールした後のジャンプしてるとこ。髪型がそっくりだな。出口、アウト、アウトしましょう、アウト。東海岸、うん、ちょっと、プッシュして、口に何かして、あ、だいぶ中、あ、ここで一回出れるのか、出れるのかな。ほら、よかった。ちょっと入って、あの、大福様の足元の下に出る。足元の下、はい、やった、あ、わかりました。俺の靴も出してくれ。うん、よいしょ。あ、寒い、寒い、また戻ってくる。おお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 風強いな。ああ、わあ、すごい。なんか金粉、これ何？
で正面行ってみる。そんなことない。正面行ってみる。正面行ってみようか。で皆さんにもお伝えできますかね、この感じ。すごっ。抑えられる。全部入らない。怖っ。怖いな。取れるか。いけるいける。ダス。ああ。向こう側からも撮りたいな。ありがたい感じに見える。なんか聞こえますね。なんかやってんのかな。ラジオ体操。ラジオ体操やってる？あ、なんかあそこになんかある小屋みたいなの。カレーライス。カレーライス食べようよ。カレーライス食べようよ。なんかやってる。何やってる？なんかやってる。モノマネとかやるとこだ、多分あそこ。今多分ちょうどサルの曲やってるから。あ、本当？見えないね。ちょっと。見えない。あ、サルが走ってた今。走ってる？わからない。サルがちょっとだけ走ってる。ちょっとだけ走ってるの見てるの、みんな。うん。本当だ。取りました。押さえた。押さえた。猿。ここから見るやつはなかなかいないだろ。あ、猿。いた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 。今確実。ビップ席じゃない？今完璧。オペラグラスがないからちょっとあれだけど。ちょっと距離感あるけど。すごい。で、僕らが実際見てるのが、わあ、思いっきり猿だよ。僕らが今実際見てるのが、この距離からこの距離から、猿を、いわゆるね、偉い人たちが見る、ね、2階席だからね。そう、2階席。一応絵的には押さえておいたんで、うん、よし大丈夫。オッケー。じゃあカレーライス食べます。カレー食べようか。ご飯食べようか、ね。甘酒フランク。フランクフルトね。フランクできるんだね。わ、近くカレーが。あ、リスふれあい町。あ、なるほど。あれ、ちびっこ広場。あれ、ご飯のとこじゃないな。違うな。うん、わ、うさぎ。わ、あ、すげえ食べてる。みんな無表情で。うさぎくんたちはいつも脱走の機会を狙っています。こうやって行くんだ。1991年10月2日に脱走してる。同日空腹のため自首。全科持ちがいるんだね、この中に。恐ろしいよ。あれ恐ろしいよ。これ我らもできるの。伊藤さん。レストランマザーズテーブル。食べるのも多分あそこだね。なるほど。先食べる？いや、触れ合おうか。触れ合う。餌100円だぞ。餌100円だぞ。すげー食べてる。ナトリスキュー。どの子にあげよう。困っちゃうな、これは。お前だ。真っ正面向きながら超食ってる。お前、ドローと。もう頑張ってこう、押さえていけば、いろんなやつにあげられる。なるほど。結構力が強い。少ないけど、ごめんな。食べ終わる。ごめんな、少ないけど。お前もう食べただろ、一個でかいの。すげえごつくだな。食べ終わったの。あ、全員にあげたいんだけどな。いや、これ違う、これ違う。それ違う。ちょっとずつ。ちょっとずつ行け。また来た。ちょっとずつ行け。また行け。鉄道さんの腕を食おうとしてる。ちょっとずつ行け。そうだ、ちょっとずつ行け。いいね、いいね。ああ、持ってかれてるね。これをね、これをね、ちょっとこんぐらいに。その子超かわいい。この子かわいいね。この子、お前もこれ、お前もこれ。お前もこれだ。どうだ。この子超かわいい。あ、落としちゃった。いや。ダメだ、そんなに。ここもういけない？限界？今まだいけない。まだダメですよ。ミニちゃんよ。下から見たら。取られた？奪われた。あ、来た。
長老様、長老様、お長老様、襲われてる、襲われてる、違う方が、長老様、違う方が、全部食べきった、長老様まだ食べてる、まだもぐもぐしてる、ね、すげえ可愛いね。あ、長老様、終わった、終わった、あ、今度は、あ、長老様、お長老様、あれ、あの、マイクのところモフモフが、そうだ、なんか同じやつなんじゃないかみたいな。この子、寝てるから。はい、いいですよ、ありがとうございます。すげえな。なんか、そこまでは、ね、近づけるまではすごい全然怖いね。本当は本当は信長みたいに。絵を描いて、入ったら切るみたいな。入ったら切るみたいな。おでんとも変わらない。結構4人の芸人は楽しかった。4人楽しみ、あ、終わった。貯金箱みてえだな。やりすぎじゃない？見るとちょっとやりすぎた感があるな。いけると思ったんだけどね、チラッと見た限りでもね、まあ、ちょっとあのね、そう最初はね、俺だけ行こうとしてたの、カレー、俺がそう、そう俺が、そうそうそう、俺カレー、そうカレーだけ行こうとしてたんですよ、ダメじゃねえかっつってね、うん、ちょっとザーピーも行ってみたんですけど、うん、ちょっとやりすぎたかもしれない。そうでしょうね、うん、ちょっとやりすぎた可能性が、ほんのちょっと、テトさんだってこれカレーと、ラーメンです。カレーとラーメンだ、はい、これだけでもなかなか、うん、ここはなんだっけ、マザーズ、マザーズみたいな、うん、いただきます。いただきましょうか。いただきましょう。もう冷えた。じゃあいきますと、お箸がないな。右手でカレー、左手でピザだ。すごいね。あ、うまっ。おいしい。ピザうまい。うまい。テトさん、カレー、あこの感じ、あお母さんだな。お母さんいる。お母さんじゃない？お母さんかもしれないです、うん、本当のお母さんだよ。すごい落ち着くカレー、大仏カレーと大仏ピザ。お前そのカレーの横にお前ピザ、テトさんに書いてる。お母さんピザ、ラーメン、うん、この感じすごいな。食べましょう、食べましょう、食べましょう。どうした？ピザ1枚見て。もう限界なの。まあ一回触って話したらもうダメだよ。もう食べなきゃダメ。マジか。お前好きじゃん。ちっちゃい。さっきのウサギ見てんの。おいしいっつってんだから。さっきのウサギと一緒やん。おいしいんでしょ。おいしい。すごくおいしい。いや実際俺も一切れもらったんだけど。おいしかった。うまかった。もういいじゃん。いいじゃん。食べれました、うん、とても美味しかったですね。満足です。うん、大満足。美味しいよ。この後は、この後はあのお土産が売ってるので、君たちの、うん、君たちのお土産をラーメン屋さんで、ま、今回は、うん、絵のお土産を買おうかなと思ってます。
じゃあ取るよ。はい、チーズ。オッケー、オッケー。ピザも取ってやろうか。大丈夫。取ってやる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 。いいライト。遠慮すんな。遠慮すんな。遠慮すんな。もうそのままでいいからカメラ。これカメラ持ちながらおかしくない？ここにする。取るよ。うん。近くない？ちょっと待って。大仏。いや待って、入れて入れて。あそこ入れてくれ。一応早くよ。よしよし。オッケーオッケー。あ、いいね。いいねって何？俺あれ一緒に入れてほしいんだよ。いい。なんかこっち。カメラ絶対やる。お前だけで6枚ぐらい。お前だけで6枚ぐらい。いいの撮れた。あ、いいの撮れたね。おめでとう。撮ったんやけど。遠慮すんな、遠慮すんな。カメラ、だから、なんで俺カメラ。いいから、いいから。試験だって。試験だよ。わかんのかよ。すごい。何？このお得感。このお得感、お前。すごく、なんか。すごいじゃん。ほら。カジキマン、ちょっと言ったらやりすぎだ。一緒に撮ってやったから。いいね。どこ撮ってんの？お前それだけ撮ってんの？お前それだけ撮っちゃダメだ。さあ、何を買いましょうかね。あ、なんかこれとかすごい美味しいらしい。食べ物？いやちょっと、うん、普通になんだけど。お母様お父様に買ってこうかな。なんかね書いてあったこういうのが。その名物ですよって。美味しいんだってすごく。買ってってあげようかな。いいんじゃない？個人的にね。大仏館。大仏。あった。あった。あるじゃん。ベストアルバム。ベストアルバム。大仏ベスト。こっち DVD だから、うん。大仏ライブ DVD。権限。あるか。来たな。来たな。これ何？これは水晶クラスターブレスネットなどのアクセサリーを置いてください。エネルギー放出と吸収を同時に行ってくれるやつだって。いやー、みんなが欲しがるやつあるかな。あ、吉原香取慎吾とザキヤマのおじゃマップで紹介されました。水戸名物。お菓子はちょっとね、難しいよね。癖になるうまさねば。なんつって。なんつっちゃう。しゃ。ああ、なるほど。あ、大仏くんじゃない。猿。ただの。ただの猿だ。あ、竜。竜だ。竜の置物。あ、この辺すごい関係ないじゃん。いいじゃん。オブナミシー120円。でんでん大福売ってんじゃん。ほんとだ。鳴らしていいか。あー、鳴らせないようになってる。あ、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるな。ネバールくん、よろしくネバーって書いてあるよ。ネバールくんさ、サイズによって顔が全然違うんだね。納豆の妖精だ。やったな。あ、いいコーナーじゃない。あ、いいいいコーナーじゃない。あ、どこもいいですね。動物貯金箱とか。あ、かゆいところまで熊手が伸びる。いける。あ、結構いい。結構いいずらりだね。結構かわいいね。ずらりだ。推しが。ああ、来た。ヨーヨー売ってんじゃん。水戸黄門のやつだ。水戸黄門のヨーヨー、やべえな。あ、竜のノート。あ、すごい。ネバール君。ネバール君だよそれ。あ、すごい。あ、目がやられる。うん、おかしくなる。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、お父さん、カットファイルがいいんだよ。あ、この見て昆布茶。うめ、うまい。落ち着く。
というわけでお土産を無事買いましたね。買いました。皆さんのお土産を買いました。じゃあ早速もう発表しちゃいますか。誰からいきますか。誰からでも。おじゃん、おポッケから出てきた。あれなんかなんか鈴の音みたいなのが聞こえるね。お、もう早くしてもらっていい。マラカス、マラカス、ちっちゃいマラカス。何かという、あ、これでん、出た、おみくじ。おみくじ、おみくじ、おみくじだ。これもなんかね、カバンかなんかにつけていただいて。ああ、いいですね。テッドさん、毎日ね、テッドさんだと思って、うん、毎日振って大吉。ああ、素晴らしいね。大吉が出ますから。素晴らしい、ね。大吉が出たらいいなっていう。まあ僕はあんまこういうの信じてないですけど。うん、ちなみに俺がさっきやったら今日が出てた、ね。そうだね。今日。お前ここでも今日出るの？残念だったね。残念です。だから結構信頼性があるやつなの、うん、これはぜひプレゼントします。瀬戸さんからはおみくじ。僕行きましょう。はい、瀬戸さんなんかちょっとでっかいんだね。何これ、何これ。同じところだね多分、うん、同じところ。これもだなぁ。瀬戸さんちょっと雑だからね。ちょっと瀬戸さんやって。雑だからなんか塊出てきた。ネバールくんです。何これ。ネバール、ネバールくんのちりめんお手玉って書いてあるよ。そう、お手玉、あのね、中になんかちょっと、あーなるほど、うん、まあ1個しかないんだけどね。あ2個セットとかじゃない。うん、1個1個で、うん、ネバールくんってのは。ネバールくんはね、茨城県のなんかちょっとキャラクターみたいよ、うん、納豆の妖精って書いてあった。そう、茨城限定って書いてあった。これは非公式？どうだろう。そういうのは書いてないわ。ネバル君の紹介は書いてないの。何にも書いてない。ネバル君ね、親友にね、ネギシ君がいる。ネギ。ネギシ。ネギシ君。納豆とネギみたいな。そう書いてあった。あとお米ちゃん。お米ちゃん。うん。忘れたな。うん。なんか言った。すげえ。どうでもいい。うん。ネバル君。ネバル君。これを皆様に。なるほど。あげちゃいます。なるほど。どうやって喋るの？ネバール。俺。なんか俺も似てるね。同じとこだね。うん、でも大きさ的には。なるほど。あれ。同じやつじゃない？おみくじのやつ。かぶったかな？おみくじ。あ、結構だね。あ。お。何？何？私、うん、今回、うん、買わせていただいたのは。出たまた来ました。またちっちゃな小冊子、うん、今度はなぞなぞ100。元祖です。元祖、元祖、ここで、ここで茨城で、茨城で元祖発見したね。発見しました、なぞなぞ。例えばどんな問題があるの。1個出してよ。1個じゃあいく、うん、うちら答える。答える。いくら研いでも全然切れないものなーに。いくら研いでも全然切れないものなーにって書いてあります。なーに、うん、いくらなんだ研いでも全然切れない、うん、いくら研いでも、ヒント欲しい。うん、ね、うん、ネバールくんに近しいかもしれない。もう分かったね、今ので。ネギ、うん、ネギシくん、お米ちゃんだろうがよ。全然だね。あ、お米か。すぐ分かるでしょ。あ、お米ちゃんね。じゃあもう一問ちょうだい、うん、見える人には見えにくいのに、うん、見えない人にはよく見えるものってなに。もう一回言って。哲学だね。見える人には見えにくい、見えない人にはよく見えるものっていうのは何？なんだ。何言ってんだろう。見える人にはよく見えて、うん、見える人には見えにくい、見えにくい、うん、
でも見えない人にとってはごくよく見える、うん、もの。もの？まあわかるよね。本当？わかるわかる。わかる？次はね、だからヒントで言えば、うん、ドンさんに近しい人かな。そうだね。今多分お前の目には、うん、お前の目には見えてるのかもしれない。うん、何かな、うん？俺には見えてんの。うん、人で言うと、うん、人で言うと、うん、だから俺は、うん、見えない人側かな。鉄塔さんもそうかもしれない。ああ、俺は見えてんの？お前はね、うん、見える人側かもしれない。ドンさんの場合は、うん、うん、そうかな。実際ね、うん、その感じ的に言えば、うん、なんだ。何言ってんの？こいつやべえな。本当に。何言ってんのかな。本当なの？全然わかんないな。本当にわかんないな。本当にわかんない。本当にわかんないんだって。本当にわかんないわ。正解は、はい、メガネです。100問入った。100問入った。すごい。というのものをプレゼント。まあ一生するな。はい。なります。一生するよそれ。君はいくつできるかな。なるほど。ドンさんはゼロです。ゼロ。今んとこゼロだ。はい。今回どうでしたか。今回ね、すごい楽しかったですよ。面白かった。うん、今もね、二、うん、人は気づいてないかもしれないけど、うん、大仏様が見守ってくれてます。あ、本当に？おお、ちょっと見えないけど、うん、そうだね、木で、え、五加護をもらったね。そうだね、なかなかまず大仏そんなにね見ることないよ、うん、まあ、鎌倉に行くっていう人はいい人でいいかもしれない。でもあれ座ってるバージョンでしょ。そうそうそう、立ってないから、ね、立ってないからね。どんだけ立たれるか、ね、そうだね、やっぱ茨城の茨城ね、うん、茨城だから、ね、そこら辺敏感だからやられるよ、うん、茨城の人、茨城って言わないと、うん、じゃあもう一回やらせて、うんうん、ここにもう来い。分かんなくなっちゃった。そんなわけで、はい、申し込みなど申し込みについては、まあ、後ほどの我らが何か言ってると思うので、うん、そちらを参考に未来の僕たちが、ね、していただければなと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ。以上、茨城の、牛久大仏でした。でした。終了。はい、終わりましたか。終わりました。だいぶ長かったですね。長かったですね。長楽しんでいただけたでしょうか皆様。どうでしょう。どうでしたかね。いや、ちょっと懐かしかったな。いや、もう懐かしかったね、うん、あ、もう猪木とかやってたねっていう感じだね。、うん、そうだね。あれ結構盛大にね引っ叩かれてるんですよ。そうだね。なかなか痛かったんですよあれ。本当はね、うん、前編の最初遅刻してきた時に一回引っ叩いてんだけどね、うん、ああ、そうだったっけ。使われなかった。そこは使われなかったんだね。そうだね。さあ、というわけでですね、まあ、ケツの方にね、あったお土産、うん、お土産ですよ。なんかあるんですか、キーワード的な何かが。そうなんです。このね、放送見てる人はそのキーワードを、まあ、応募フォームの方に入力していただいて、誰のが欲しいかっていうね。なるほど。やつをキーワードと、あと どれが欲しいかを選ばなきゃいけないんだね。そういうことでございます。はははは。応募フォームはね、一応詳細に書いてあります。この番組の下の方にあるね、応募フォームっていうのは番組説明のところに出ておりますので、うん、できればまあそちらから飛んでいただいた方が早いかなと。そうだね、思います。それではキーワードってのは何ですか。はい、キーワードを発表したいと思います、うん、あ、音楽終わったね。BGM 終わったね。ちょっともう一回、全部手動だからね。ちょっと、うん、あ、来ました、 BGM 来ました、はい、じゃあキーワード発表したいと思います。キーワードはこちら、ベボン猪木でございます。あ、そんな押してたっけ。まあ、押してたかな。押してましたよ。だいぶ、だいぶ猪木押しでしたよ。そうですか。映ってなかったけど、あれ以上やってるでしょ。そうだね。てかね、やたらかかってたんだよね、その。そう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 。なんかさ、ちょっとした居酒屋みたいな。そうだね、階段降り…隣につく居酒屋みたいにさ。そう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 。やたらあったから。階段降りるとき絶対壁になんかあって、全部やってたもんね。全部やってたね。まあ楽しんでましたよ僕たちは。なかなか、ね、ええ、なんかね本当に、うん、不
思議なとこだったね。そうだね、なんだろう、当初思ってたよりもはるかに面白かったね、うん、そうだね、すごいな、うん、やっぱりあるすごいバスデ感みたいなね。ああですね、そうね、あの感じもいい、よかった、うん、よかった、かなり、うん、あんないいいいチョイスしたね、お主、そうでしょ、お主、お主、うん、そうなんですよ、なかなか、なか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 いいの選んでますよ、そうですよ、いやちゃんとしてますから、次もね、なんか楽しいとこ行けたらいいんですけど、そうだね、どっかまたなんか行けたらいいね。どういうのがあるだろうね。まあでもいろいろあるからね。そうなんですよ、近場でもいっぱいあるだろうし、ちょっと離れても多分いっぱいあるだろうし、もう2回目で茨城行ってるからね。そうなんだよね、ちょっと行き過ぎたかな、遠く、ね、もう他県他県にどんどん行くのか、まあ、また近郊に戻ってもいいし、ね、まあそうだね、関東内、まあぜひとも3回目もお楽しみにということで、そうね、で応募ホームの方で その応募の方もね、お待ちしておりますんで、はい、1週間です、今日から、うん、来週日曜日までの、日曜の、まあ、23時59分まで、はい、まあ、このタイムシフトですねが切れるまで、切れるまでかって感じです。なるほど、なんかね、応募の仕方よくわかんねえとかだったら、全然ツイッターでも何でもいいんで、うん、聞いていただければなと思います。そうですな、ではまあこんなもんですか、どうですか、こんなもんですかね、まあちょっとなんかペイさんがいないのもあれだけど、ね、そうだね、ペイさんがダウンしてるんで、うん、まあ、僕もそろそろ、あ、君どうなのその後体調は、あ、なかなかいい感じに咳が出て、ほんと病院行きなってやん、ちょっとね、明日でかい病院にね行こうかなと、とうとうついに行ってやろうかなと思いますよ。今まで何ずっとちっちゃい病院行ってた、ちっちゃい病院を3軒ぐらい回ってたんですけど、ああちっちゃい病院を3軒何3軒ぐらい回ってたんですけどね、ちょっとよくわからないのでヤブだらけなので、うちの地域が、そんなことあるかな、ヤブだらけなので、ちょっと一度ね、でかいとこにセカンドオピニオンどころのサービスになってるからね怖いわ、ちょっとおかしいんだよな、そう本当に、だからちょっと検査通って、そうだね、した方がいいわ、いっぱい受けて、ちょっと行ってこようかなと思います。なるほどはい、じゃあ何かありますか。いや、まあ、特にはないです。あ、じゃあ今回はこの辺で、はいはい、終わろうかなと思います。見てくださった方々ありがとうございました。そうですね、またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れさんです。はい、じゃあねー、またねー。